しまりさん。はい。これはとってもね、おかしいんです。おかしいなんて言ったら失礼かな。港区、高谷秀樹さん、32歳、調理師さんです。はい。5年前に結婚しました。うん。初めは内気で、女の人に声もかけられませんでした。うん。でもなんとなく話しかけたら、今の女房が引っかかってきたので、自信を持って女の人に声がかけられるようになりました。うん。今は2人の子持ちです。ほんと。今一生懸命いろんな人に声かけてるのかな。長たないな。おかしいな人。板橋の吉田秀夫さんは28歳の印刷屋さん。洗濯や炊事に自信が出たんです。で今月は女房が実家に田植えの手伝いに行ったんです。で行く前に外食のお金を置いて行ったんですが、女房のいないうちにと思って遊んじゃったんで、予算が足りなくなって自炊を始めたんです。結構できるもんですね。洗濯炊事に自信持ったって、じゃ男性の方ですね。でも最近男の人がお料理作ったりするんですよ。すごくいいと思う、うん、私。あ、本当？うん。別に恥ずかしいことじゃないからね。うん、だからどんどん作って、だけど予算足りなくなってこの人はしょうがないから始めたんです。家計簿もつけてたりして。そうそうそう。というわけでたくさんのお電話頂戴しましたけれどもね。まああのちょっとした本当にきっかけでやっぱりあのなんていうのかな、自信持つよね。だからあんまりこう弱気にならないで。はい。今日はゲストに呼んでいただいてありがとうございます。今日採用の方には天地真理さんの敷地または文化放送から記念品をお届けいたします。今日のパートナーは、天地真理さんでした。どうもありがとうございました。明日のパートナーは千秋直美さんです。